環境共生住宅は日本の住宅政策、地球環境及び周辺環境に十分な配慮を行った上で快適な住環境を実現させた住宅及び住環境のことである。今日発生している様々な環境問題の中には地球温暖化や資源の浪費、枯渇などのグローバルな問題もあれば地域における伝統的な景観や独特の生活文化、 生態系の消失の問題、地域コミュニティの体調や消失の問題、シックハウスなど住宅とそこに住む個人の間で発生する問題など様々な階層が存在している。環境に関するこうした現代の諸問題を住宅及び住宅を取り巻く環境の工夫によって解決しようとするのが一般的な意味での環境共生住宅である。日本国を例に挙げると 1960年代以降に進められた木材輸入の自由化政策により住宅建設のために使われる木材に占める外国産木材の割合は1990年代には2割を切ることになった。その結果、日本で消費される大量の安価な木材の供給源となった東南アジアや北アメリカの原生林は乱伐の対象となり広範な環境破壊が発生した。 一方、輸入材に対する価格競争力を持たなくなった、日本の森林はほとんど利用されることなく放置され、杉花粉症などの環境問題が発生することになった。また高度成長期以降の日本の住宅寿命は、1999年の資料では37年であり、イギリスの141年、フランスの103年、ドイツの57年に比べて、著しく短い。 さらに、日本の住宅解体は、民地解体と呼ばれる、資源の再利用を行わない解体法が主流である、ため、大量の建築廃材が、産業廃棄物と化してしまう。こうした、諸問題は、国産材の積極的な利用や住宅寿命の長期化、分別リサイクルしやすい工法などを用いることで、対応することが可能である。太陽光発電や高断熱工法、 点水の積極利用、敷地内における樹木の計画的配置と効果的な換気により、環境負荷を抑えた形での電気や水の利用が可能となる。エアコンの普及以降、家屋の内部環境は外部環境と切り離してコントロールするという考え方が一般的であったが、環境共生住宅においては、周囲の自然環境と家屋内部の環境を効果的に調和させるという、 考え方が取られる。環境共生住宅は、縦穴式住居のように、単に環境負荷が低いだけの住宅ではなく、地球環境や周辺環境への配慮と、快適な室内環境を両立させるものである。例えば健康な成人だけでなく、乳幼児や障害者、老人にとっても安全で使いやすい設計を採用したり、天然素材の使用によって、 シックハウス症候群を防いだり、無塗装の天然木を使うことで、調湿効果を発揮させたりといった工夫が提案されている。環境共生住宅の中には、コーポラティブハウス方式で建設されるものもあるが、こうした環境共生住宅の中には、住民による緊密で良好なコミュニティが形成される事例もある。国土交通省の市街地のちづくり、活性事業における、 環境対策の推進では以下のものがある。環境共生住宅市街地モデル事業地には以下の場所がある。日本における環境共生住宅の具体的な定義文については国土交通省によるもの及び環境共生住宅推進協議会によるものを参照のこと。加田幸子、環境社会学岩波書店2002年72から73ページ。 カダ前景書、73ページ、カイ郎、自分のためのエコロジー地区は処方、2006年、周りの環境と親しむ住まい方ハイコンタクト、健康で快適な住まいヘルスアメニティ暮らし方、住まい方、ケヤキハウス。ありがとうございます。